ごきげんよう、ゲーム実況者のゆきたです。今回はですね、第3シーズンに向けて仕様変更に伴う演習合戦来てますので、仕様変更ポイントを見ていきたいと思います。まずはですね、演習合戦の期間なのですが、4月の23日となってます。それでは変更点です。以前ありました中央ボールですね、こちらが削除となりまして、追加ですね、桂尾城ということで同じ場所に追加となってます。開放は27分ということで同じタイミングです。入手できるポイントにつきましては、こちらですね、特殊名城と書いてあるところが桂尾城になります。毎秒25ポイントとなります。上限はですね、こちらに5万ポイントとあるのですが、基本的に上限はないと考えて大丈夫です。以前はですね、中央ボーローということで毎秒23点だったのですが、新しく特殊名城になることで毎秒3ポイント上昇しています。それではですね、入手できるポイントについてまとめておきます。矢倉と療養所につきましては毎秒2ポイントですね、初期から解放されています。まあ、争奪時間等がありますので、まあ、55分にですね、ちょっとここ理想論的すぎるんですけれども、まあ、55分に制圧したとしますと3300秒ですね、試合終了まで支配できます。ですので得点としましては6600点入手できるということになります。続きまして、ボーローですね、毎秒10点入手できます。解放時間が7分です。まあ、こちらもですね、理想論的に、まあ、50分に制圧しますと秒数としましては3000秒支配できますので、入手できるポイントとしましては3万点とずつとなります。続きまして、各種名城ですね、こちらですね、毎秒32ポイントということで入手量は多いのですが、上限があるという特徴があります。開放はですね、15分以降に2箇所開放されます。その後はですね、ポイント取り切ったら順次という形になります。獲得上限としましては28,800点ですね。で、今回新しく追加されたのが桂尾城、特殊名城となります。こちらですね、毎秒25ポイント入手できます。開放時間は27分ですね。まあ、理想論的に、まあ、30分に制圧できたとしますと、支配できるのはですね、試合終了までに1800秒となりますので、まあ、どんなにですね、急いで支配したとしましても4万5000点までしか入手できませんので、まあ、上限は5万と書いてありますが、実質的にですね、上限がないというのと同じということになってますね。まあ、ポイントという点で見ますと、合計ですね、24万6600点をですね、こう取り合うというようなゲームということもできます。それでは続きまして、桂尾城の4矢倉ということで見ていきたいと思います。まずはですね、呼び方の問題がありまして、こちらも矢倉なんですよね。で、特殊名城の方にもあるのもですね、矢倉ということで漢字は違うんですが、こう読むときにですね、両方矢倉となってしまって区別つけづらいかなと思いますので、この特殊名城の方はですね、区別するために私はですね、まあ、白矢倉と呼ぶことにしますね。まあ、城にくっついてる矢倉なので、とりあえず白矢倉とでも呼んどきます。まあ、なんかですね、区別する正式な呼び方がありましたらそちらに切り替えます。こちら矢倉の条件なのですが、桂尾城が争奪状態の時にこの白矢倉の方も争奪可能となってます。こちらですね、仕様が6点あります。ちょっとですね、これは確認しておいた方がいいかなという点です。まず1つ目としまして、集結攻撃がですね、この白矢倉の方にはできないという点です。2つ目です。駐留上限が5軍団となります。名城などの建築物は20軍団ですので、駐留部隊が少ないですね。3つ目です。戦闘は1軍団同士の一騎打ちの勝負となります。なので、上位プレイヤー同士のですね、一騎打ちが見られるかなと思います。4つ目です。占領には30秒必要となってきます。争奪状態は通常3分なのですが、これが短いという点です。またですね、占領後の休戦も20秒ということで短くなってます。この白矢倉占領により、占領ですね、争奪状態じゃなくて占領を完了した段階で桂尾城争奪戦にのみ有効な特別な祝福がついてくるというものです。これ白矢倉ですね、4箇所あるんですが、それぞれの場所によってつく祝福が違ってきます。白矢倉に関しましては上下左右あるんですが、まずですね、上側から見ていきますね。
上側はですね、物見櫓となります。効果としましてはですね、継承率 20% 上昇です。こちら 20% 上昇しますので、かなりですね、損害出なくなりますね。下側です。のろし櫓ということで、争奪状態のカウントダウンが停止してしまいますね。敵軍の場合ですね。続きまして左側です。こちらが陣太鼓となってきます。行軍速度 100% 上昇です。続きまして右側です。攻撃櫓ということで、敵の駐留部隊に対してですね、名城に駐留している部隊に対して900ダメージですね、5秒ごとに与えるという形になってます。それではですね、桂尾城の攻略ということで、こちら名城なので砦の隣接が必要ですね。白櫓の攻略の優先度としましては、すでに駐留している場合は一番はですね、のろし櫓かなと思います。こちら争奪状態のカウントダウンは停止してしまいますので、名城ですね、占領できなくなってしまいますので、ここは必ず抑えなきゃいけないかなという感じします。2番手としましては物見櫓かなという感じがします。個々として継承率上昇しますので、よりですね、守りやすくなるかなと思います。3番手がですね、攻撃櫓かなと思います。駐留部隊に対してスリップダメージが入ってしまいますので、守りにくくなってきますので、まあ攻撃櫓をその次くらいの優先度で攻撃したいかなというところでしょうか。陣太鼓につきましては行軍速度上昇ですので、最悪ですね、短縮アイテムでなんとかなりますので、まあ優先順位はですね、4番手でいいかなという感じがします。で続いてですね、すでに駐留がいて攻撃する側の場合ですね、こちらの優先順位としましては、1番手はですね、物見櫓かなと思います。2番手としましては攻撃櫓でしょうかね。で3番手にののろし櫓、4番手にですね、陣太鼓かなというふうに考えてます。攻撃側としましては、敵の駐留部隊を一気に削りたいですので、物見櫓で継承率を 20% 上昇させてですね、攻撃力をある程度確保して、それにプラスアルファですね、攻撃櫓の方でスリップダメージを与えることで敵兵をですね、削りやすくするという作戦がいいかなと感じします。のろし櫓につきましては、参加人数がですね、そんなに多くない場合ですね、本当に10人切ってくるような段階で、もうちょっと時間があれば攻略できるんだけどなという場合はですね、優先順位上げてもいいとは思いますが、ある程度参加人数がですね、フルに近い場合ですね、40とか超えてくるようであれば、そもそもカウントダウン停止させるよりは攻撃力を担保してですね、一気に集結攻撃かけていきますので、優先順位ちょっと落としていいかなという感じしてます。それではポイント計算ということで見ていきたいと思います。櫓とですね、暴楼をそれぞれ支配して、ここの部分は同点だと仮定しますね。その上で今までの名城を3つですね、支配した場合と、名城1つプラスですね、旧中央暴楼ですね、過剰城を支配した場合の点数がどうなるのかということなのですが、こちらですね、名城3つの方が129600点となります。で、名城1つプラス特殊名城ですね、旧中央暴楼を支配した方は117000点となります。つまりですね、名城3つ支配した方が勝ちとなります。桂尾城なのですが、点数がですね、毎秒3ポイント増加はしていますが、桂尾城のみに戦力を集中して継続して占領できたからといって勝利できるほどのポイント数ではないということですね。それでは続きまして、暴楼とですね、桂尾城の点数比較ということで見ていきます。暴楼1箇所10点です。で、桂尾城はですね、25点となってます。ですので、1分支配した場合の得点としましたら600ですね、2箇所支配したとしても1200点となります。それに対してですね、桂尾城の場合には1分支配しますと1500点ということで、こっちの方がですね、1秒あたり300点点数が高いです。桂尾城を支配できているのであれば、暴楼の占領時間が短くてもですね、以前よりも短くても逆転できる見込みがあると言えるかなと思います。名城1つの差であればですね、10分くらいですね、両方2つ同時にバッと抑えることができれば逆転できますよという見込みとなります。それではまとめです。仕様変更としましては、旧中央暴楼が削除されまして、桂尾城が追加されてます。点数としましてはプラス3ポイント多くなってますね。
点数としましても位置としましてもですね、桂尾城がとても重要となってきますので、ここら辺周辺のですね中央がより激化するのが予想されますね。サバ戦のですね戦略ですね、まあ、指揮官的な話をしますと、旧中央防路の桂尾城付近での動きをですね今のうちから確認しておいた方がいいかなと思います。特に新しくですね城櫓が追加されていますので、誰がですねその櫓に行くのか、誰が城に行くのかですね、チームを1チームじゃなくて2チーム当てるとかですね、そのチームもですね1班2班みたいに分けるのかとか、ちょっと確認しておいた方がいいかなという感じしますね。はい、ということでご視聴ありがとうございます。今回のテーマはですね第3シーズンに向けて仕様変更に伴う演習合戦ということで変更点見ていきました。少しでも参考になれば嬉しいです。いつもですねフォローとかいいねありがとうございます。とてもですね活動の励みとなっています。今後もですね新信長の野望を投稿していこうと思いますので、チャンネル登録とかですね高評価よろしくお願いします。はい、ということでおまけです。演習合戦のつきもののですね戦力ランキングが出てます。サーバーの統合もありましたしね、どこのサーバーがですね総合力強いのかなというデータを取ってみようと思ったんですが、今回ですね736同盟も参加してまして、ちょっとデータまとめるの大変だなと思っております。できそうならやります。あと上位同盟にも少し変化がありますね。1位がですね4サバの両風一陣さんになってますね。2位がですね2サバのカルダノさんで、第3位がですね11サバのシスハさんとなってますね。まだ演習合戦なのでね、まあ本戦に向けてまた変わってくるとは思いますが、第3シーズンもですねなんか大変な戦いになりそうですね。